先歩公式ホームページをご覧の皆様、日本のシンドラ杉原千畝物語先歩ノエル役の坂本健二です。正直先歩自体を海外で活躍された日本人ぐらいの知識しかなかったので、実際にこのお話をいただいて、少しずついろんな人から聞いたりとか、本で調べたりする中で、だんだんとちょっと実際にそんなすごい人だったんだっていうのがこう実感として湧いてきまして、なんかすごい緊張してきました。ただこれから稽古はこれからなので、いろいろとその演出家とも相談し合いながら、すごいこれから、すごい面白い作品ができるんじゃないかなと思って、すごいワクワクしています。そうですね、僕個人的なことを言わせていただきますと、久々のがっつりと恋愛をしますので、ちょっとかっこよくしとかなきゃなと思って、今かっこよくするためにはどうしたらいいかなと考えております。そうですね、やっぱりそのすごくシンプルだけど、現代の、僕たちも忘れがちな困っている人がいたら助けるというか、そのなんか人間本来の原点みたいなところがすごくこう、そういう感情をすごく持ってらっしゃる方なんだなっていうのを、台本見たりとかいろんな資料の中でそんなのがすごく伝わってきまして、改めてもう一度人としてというか、すごく原点というか、そういうものをこう振り返らせてくれるような、そういう人物だなっていうのをすごく実感してまして、なんかすごくちょっと僕もハマりそうになりそうな感じがありますね。はい、やはり僕はその恋愛をしますけれども、それも命を懸けた恋愛というか、ちょっとやっぱり深いというか、そういうそういうところがすごく重要だなと思っていて、とにかく生きるっていうことをテーマに恋愛というものをちょっと振り返ってみたいなと思ってます。そういうところを稽古でちょっと探っていけたらなと思ってます。そうですね、やはりこの実際にあった物語、実際にいた人物が主演で、その中でやはり今の僕たち出演する役者が心がけなければならないのは、やっぱりリアリティかなっていうのをちょっと思っていまして、ただそこばかり追求してしまうと、実際にね、僕たちは経験してないわけですから、そこの本当のリアルな部分は知らないわけですから、それをできるだけ知った上で、繊細かつ大胆に演じられればなと思ってますね。この作品はですね、曲も、物語も本当に、見応えのある、ミュージカルだと思っています。これから、稽古に入りますけれども、丁寧にそして大胆に演じたいと思っておりますので、皆様ぜひ劇場の方に足をお運びください。9月10日から29日、新国立劇場でお待ちしております。